でもな、顔で覚えなきゃいけないからな。そうそう。だって体格も全部一緒だから分かんなくなっちゃう。確かにそうだ。お、当たった。誰だこれ。2代目、2代目だったから。オッケーオッケー。バンポフさんのそばか、カバーする。周囲クリアリングしてきまーす。はい。アクセス。フラグなくなっちゃったので。オッケー。漏獲したい。オン。すごい、日本軍が作った基地か、胸熱。うん、みたいですね。ですな。日本の国旗が、落ちたよ。どっかあった？あった？うん。あの、見たことない。あの、国旗じゃなくて、一式陸港に、日本丸書いてあるの。墜落してる爆撃機があるんだけど、それに。おぉ。あるし、この三方も日本軍の三方らしい。だからゲリラが使って、だから、そのままゲリラが使えるような場所になってるのか。ここにクレートがあった。あ、でも中の目、何も入ってないわ。気をつけてください。トーチカークリアリングしてきますね。はい。中国製タコとこのバイキン、いつ壊れるかわからんぞ、こんなの。ずるいよな。え？なんかあの、シーサットだって言って侵入してきてるの。あー、いや、そうなんだ。あの、うん、あれか、よく、あれか、朝鮮戦争スタイルか。うん、シサットだって言って、中国が来てる。もうちょっと、あれだね、やっぱり勉強してるね。ボヘミアちゃんと勉強してるね。あまりにもちょっと生々しくなって、ナイスある。ちょっとこの UAV を置いといて、ワシントン、ワシントンもある。なるほど。あ、バンポクさんの周り護衛させなくていいですかこいつ。はい、いい。ちょっと温存したい。温存したい、了解。あ、4ポイント、5ポイントもあるから、1、2、3、4、5、6ポイントもあるから。了解。まず、ワシントンクリアしないとね。おい、遠回りしなっちゃったな。UAV 突っ込ませても、このアラート具合だから、気をつけなきゃな。ばあさん、そして何も言わずに移動している件について。ああ、ごめんなさい。行こうぜ。そらさん行こうぜ。俺たち待機してた。そうだ、元気やってたんだ。行こうぜ。今から移動する。今から移動する。分隊長頼みます。分隊長がいません。ごめんなさい。もうちょっと。そう、ジャックキルですよ。カニタイさん、コメントありがとう。カニタイさん、いつもコメントしてくれるんですよ。サイレント視聴なんかね、DR ディスプレイ環境だと、マウスコロコロすると、ウェブブラウザの下に下がっちゃって、そうそう、コメントが見えなくなるんですよね、アーマーやってると。同じ同じ。うん、だそれやめてほしいんだけど、なんか設定できればいいですね。探してるんですけど、なかなかないんですよね。あと同じ悩みを共有できる人が。シージだとそれ起こらないんですよ。うん。あのシージ。考えてみるか。あ、ソラさん、ブレスが、いいっすか？大丈夫、大丈夫。いや、俺が、俺、疲れた。もう疲れた。アマちゃん、疲れたよ。もこれアマちゃん、ここに、クレートにすごいめちゃくちゃいい。あれある。フラグが欲しい。ちょっと休みます。あ、でも、爆弾系が、あ、あるあるある。あ、IR グレネードがある。ソラさん、IR グレネード、これストロボでしたっけ？これただの。IR グレネードはストロボじゃないよ。あ、ストロボなのか。ストロボだね。ストロボですよね。死んじゃったから、カバンが消えちゃった。これ捨てていいっすか？捨てていい。捨てよし。捨ててよし。あ、ここにいっぱいスモークもあるじゃん。クソマグになってきたなぁ。あ、間違えた。あ、アーマーがどこまで言えるかっていうのよくわかんないね。ストロボに対してロックオンできんのかな。ああ、A2 自体は結構いろいろモッド入れたら、できたてか、バニラでレーザー誘導とかはできましたよね。ミサイルレーザー誘導ミッションありました。あ、そうなんだ。あ、あずきさん、おはようございます。レーザー誘導、アルマ3もできるんじゃないですか。レーザー誘導面白かったですよ。アルマ2のほら、あのミッションでヘリコプター、オペレーションアローヘッドのミッションで、AA を破壊するのに、そう、無人ヘリコプターのリトルバードの無人機飛ばして、うん、あったね。スポットさせて、そう、アパッチかなんかのヘルファイアを誘導するっていう。いっぱいある。あ、はい、ありがとう。武器って書いてある。武器、嘘。あ、そうそう、中国語でね。と色、やっぱ女子力高めるためにいろんな色のスモーク持ってかなきゃね。
白ばかりじゃダメ。もうカバンがなくなっちゃって何も持てなくなった。死んじゃったから。ハイドレだけですか。なるほど。ダッシュ犬あずきさんは天城さんのところの視聴者なんですか。ブッキー、我々の配信2億参上して参上していただけますね。オッケー。武器、弾薬って書いてる。オッケー。じゃあ、ワシントン攻める。ワシントン攻める。オッケー。天城さんは猫派ですけど、僕は犬派なので、仲間ですね。戦争で。その件に関しては戦争で。アサイン、ワシントンアサイン。残酷だ。ワシントンには空爆かけたから、ちょっとは減ってると思うんだけど、うん、いいタイミングでかけましたね。塹壕とかと、塹壕要注意ですね。これ敵残ってるかもしれない。進んでるよ。てかジャングル戦めちゃくちゃ面白いねこれ。進んでるよ、ね、現在進行形。これは誰かな。僕です。はい、バンボクさんと合流。ソラさんいないよ。急いでついてきます。はい、天城ファンですって。ケンちゃん、あ、天城ファンです。当然犬派です。戦争だぞお前。戦争だ。言ったね、お前。お前から言ったんだぞ。とことん行くからな。天城さんブリーフ派だよ。到着、ブリーフ派。勝手に嘘ついてる。はい、到着、到着、到着。到着、到着。壁沿いに。コンバット、コンバット。ステイコンバット。いないな。トーチか一つずつクリアしてきますか。地獄のようだな、その言葉を聞きたくなかったな。そうだね。直近のストラさん、ちょっとついてきてバックアップよろしく。覗けよ、ここ。オッケー、もう一つのトーチか俺クリアげにするね。あー、もう死んでら。爆撃で死んだな。これいるんだ。死んでクリア。おー、RPG がある。うわ、怖いよ、これ。トーチかクリアなんてやってらんねえぜ。ソラさん、これすごくよくできてますよ、このトーチカ。入ってみてください。すごいですよ、爆風対策すごい、バッチリこれ。完璧にしてあるな。ね、その資料に作ってあるんだな。ね、でもこれ、トグロ状に、ライフルが立って、回れない。こんなんあったっけ。あります、あります。引っかかりますよ、ライフルが。かかって、うまく回れない。ハンドガン。オブジェクトを増やしたくないんだがな。どうしようかな。クレートに、あ、そうだ、クレートに張り込む。OK、投資家クリア。もうそっちの投資家もクリア、了解。うん、大丈夫。爆撃でほとんど死んでる。ナイスカット。テクニカル2、ネブラスカ。スリーマンセルチーム、いいぜ。テクニカル、次はどこですか？ネブラスカ、NK、M。N ポイント。どこ行くんだい、BHB ちゃんさん。N、ネバダ、ネブラスカ、了解。ネブラスカのそばには、テクニカルが1台あるようです。爆撃できないですか？爆撃しようかな。お願いします。テクニカルがあるんじゃ。モーターポジションに使わなくちゃいけないのかな。あ、モーターポジションが飛んでくるってことか。味方なのかな。あ、相手の白砲もハッキングしてるんだ。すげえ。かっこいい、このミッション。なんかすごくゲームっぽいですね。なんかバトルフィールドにでやりそうなミッションですね。あ、誰か、飛行機の方リリースして。リリース了解。ちょっと俺触ってないんで、あ、ごめん、アクセスしました。ソーリー。リリース。しました。完了。あ、違う。ソーリー。KH か。こいつか。ガンナ。すげえ、このミッション面白い。夜か。海岸か。ボートやな。OK。ボート。違う。どうやってリリースするね。マップじゃなくて、リリース。マウスホイールでリリース。UAV、UAP。で、マップ画面になったらエスケープでも何でも叩けば、元の画面に戻れます。オフローバー、アームド、0、8、エア、RGO グレー、H、RGN グレー、ボンバーマン、パズ。パズ、よし。俺たちお疲れ様です。よし、一発撃った。オッケー。
じゃあこのまま進軍します。 OK リグループスタート、前進再開。 GPS 表示してる？ GPS 私ターミナル使ってるんで、ターミナル持ってるんで外しちゃってます。あれでも使える俺。嘘、俺も持ってるけど。あ、私も使えた。 OK GPS 表示。これ何、何このやってんの。よし、テクニカル壊した。ナイス、ナイスカッツ。いや、面白いぞ。これ BF っぽくない ?BF っぽくないなんか、うん、このミッションのバリエーションぐらいがなんかバトルフィールドっぽいぞ。まあ、自由度はないけど、こんなに。ゲーム性が。あと、あれ、ソラさんからもらった、フラッシュポイントの、なんかテンポのいいキャンペーンな感じ。ああ、あんな感じだね。自由度あるんだけど、まあ、タスクをこうして、あ、静かに。エンジンオン。サウンドコンタクト。エンジンオン。この残酷に何かあるな。残酷の中は死ねないみたいだからね。ドライバー死んでる。なんで？当たったでしょ。あ、もうここあれや。これあれやん。すでにあれやん。天城さんが制圧したんや、ここ。あー、さっきの裏か。最初に。まあでもだいぶ怪しいんで、残酷チェックしてきますよ。了解。打ち返しが激しかったので、残酷覗くぞー。うわ、残酷の中。なし。残酷の中も死んでる。なんでだ？うまく当たったんだな。GMG がな、多分中入ったんでしょうね。グレラの。ああ。大惨事やな。大惨事になって。この統治家すげえ。おこの統治家ちょっと舞台中観光をお許しよう。この統治家、統治家入って。入って入って、天城さんの後ろおるよ。オッケー。すごいよ、この統治家。海岸線すごいよ。見下ろしじゃないですか、海岸線。あ、え、ね、すごい、死に方とかすごいリアルだ。ここ通れない意見について。通れ、ここ。あー、オブジェクト化した。2階やんの。なんでこいつら死んでんの。待て待て、これ入れん、そこ。通れない。V レンだ。すごい、これ海岸線入れた。 V レンだ、 V レンだ、 V レンだ。危ない危ない危ない、公式ミッションV レンだ。10日推奨か。あ、ここは作戦室だ。わあ、すげえな。すごいよ。いや、日本軍頑張ったんだな。なんか死に方リアルになってるよね。ね、このあれ、あれが、死に方が、なんちゅうの、ラグドールっていうか、倒れるとき、うん、変わったよね。出れない。あの、盆踊りな、あん、出れない？あ、出れた、出れ、なんとか出れた。危なかった。見てよ、壁の向こうが行きそうになった、俺。危ない。それもあと、頑張ってほしいけど、アルマは壁に関してはすげえ弱いからね。この人、この人、すごいリアルだと、なんか、丸まってるし。ね、怖、悲しい。何この死に方。サイレンっていうゲームを思い出す。動きそう。なんかあったね、サイレンね。あ、これこの倒れ方が俺すごいと思うの。これ。この座り込みでね。そうそう。すごい。怖い。そうさ、ギアいじっちゃうっていうね。あ、モーター。モーター？あ、白鵬だ！白鵬ですよ、これ。生きてる白鵬じゃないですか？あ、これ生きてる箱じゃないですか。ちょっといじります。あ、受ける。あ、すげえ、すげえ、すげえ。分隊長、これ生きてますよ、この箱。弾は。じゃあ、ネブラスカに撃ちまくろう。いや、でも弾が。ない？弾が、あ、アクチュアリコンピューター、コンピューターアクセス。あ、使います。箱の訓練を受けております。使います。おお、すげえ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 。ネブラスカに撃ちまくろう。ネブラスカ。ネブラスカ、セット。じゃあ、残ってる弾が、あとは、あ、もう3発あります。撃ちますね。3発。はい。オッケー。じゃあ、離れて危ないよ。一発撃つよ。あ、ガソリンスタンドオッケー。まず一発目、ネブラスカですよ。あ、じゃあ、分隊長の指示待ちます。UAB 偵察します。オッケー。分隊長の指示待ちます。何これ超面白い。なんでこれできるんだな。ね。白鵬とかもね、ミッションで絡めて使いたいなと思ってたんですよ。はでも白鵬部隊になった人かわいそうだなと思ったんですけど、これいいアイデアですね。こうやって弾の少ない白鵬を録画して置いておく。これはいいアイデア。そして UAV、UAB と連携。素晴らしい。まあ、え
これだと箱を主役にすればいいと思うよ、うん、あの箱の舞台を運ぶっていうようなミッションにしておけば主役になれるから運びもいいですねこれ、うん、まずネブラスカのネブラスカのこれどこなんやろ。あ、古川さんおはようございます。そらさんとこ来てますね。なんかやっぱ塹壕っていうか統治下がありますね。ここかな、あ、なんか人気村ね。そのあたり、オッケー。どうしようかな。パシフィック村だから、この囲いの真ん中あたり。囲いの中ですか。ま、囲いの真ん中あたり、了解。うん、じゃあまず一発撃ちますよ。当たるかな。部隊長撃っていいんですか。指示ありますよ。あ、よし、オッケー。撃ちますよ。一発目撃ちますよ。オッケー、じゃあ一発目離れてね。離れたらこう言って撃つよ。安全地取った？取ったよ。取った？オッケー。そんなにね、爆発しないから大丈夫。耳つぶれちゃう。行くぞ。ファイヤー。すげえ音。一発目落ちました。弾着まで8秒、7秒、6秒、5秒、4、3、2、1。弾着。あ、そこじゃないな。もうちょっと。修正マップ書けばどう書けばいいのかな。マップもっと詳しく書いてくれればやりますよ。マップと現実がちょっとよくわからなくて、どう判断したいかわからなくて。いいですね。あれもらしくていい。どこ攻撃してんの ？UAV もな。さっきここに打ち込んだんやね、黒点に。いや違います違います。あのそこじゃないです。そこよりも左手に打ったんですけど。そこよりもね、若干、30メートルくらい左手に打ったんですけど、これ、多分、白鵬のズレですね、多分。そこには打ち込んでないです。もう一発、じゃあ、さっきのステータス中央に打ちますか。塹壕の隣ですよね。無隊長指示してるのって、ここでしたよね。ここら辺ですよね。今、点は同じだから、バッテンしますよ、これ。ここら辺ですよね。うん。マップ記入したんですけど、ここ、じゃあ、もう一発撃ちますよ。同じとこ撃ったんですけど、多分。ちょっと待ってな、もうどう判断したいんやろ、これ。ずれた。発光のずれだ。ズームアップできないからな。UAV の使いづらさがリアルだ。これを内勤の陸軍の人がサラリーマンでやってるらしいですね。うん。ジョイスティックでね。Xbox のジョイスティックでやってるらしい。うん、プレステのコントローラーだったり、箱コン使ったり。これ、囲いの中やでな、やっぱり。あれ、ほんとえぐみがあるな。囲いの中、もう一回、点打って、次の点伸ばし打ちますね。ここにおるような気がする。了解。じゃあ、そこの点に打ちますよ。セットターゲット、うん、打つよ、離れてくれ。弾着まで予想時間14秒。打つよ、離れた？離れた。安定しとった。オッケー、オッケー。迫撃砲、ファイヤー。軟着まで12秒。11、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、軟着。冷えたかな？うん、そう、悲しいミッションになっちゃうんだよ。悲しいミッションになりそうですね。ここで日本人としてパシックのモッドを使ってここで日本兵ごっこができるかどうかどうだろうって気はする。 BF1944 でバトルフィールド2で日本軍使って大騒ぎしてる人たちとか面白かったですよまあでもあれってまだ嘘くさかったやん。まあゼロ戦の上にみんな乗ってたけど、そうそう、リアルになるよ。もう弾がないなって言いながらやるんだよそれはダメだな。それはもう、なんかね、ネオ自衛隊みたいなので、こう、先輩たちの陰を踏みつつ戦うっていうのはちょっと胸熱かだけど。なんで追い込まれてんすか、俺たち。そう。塹壕戦はきつい。ガソリンスタンドって、潰すんやったっけ？クリアザランディングエリア。あ、この、黒丸の真ん中ら辺に、あと一発、残りの。黒丸の真ん中辺、ガソリンスタンドですか？うん、ガソリンスタンドのところ。の、黒丸の真ん中辺ですね。あ。そうか、それでいいや。大丈夫ですか？うん、それでいい。
OK、黒丸の真ん中辺、これ座標になるのかな、違うな。グリッドを言うと、あ、グリッド、まあグリッドで、あ、でもさらに細かいグリッドになっちゃうんで。マンボスさんが何かやった。あ、俺が、あの、テクニカル、あと1台あったから、ついでに打っといた。OK、じゃあ、発光持ちますか、いいですか。はい、お願いします。OK、じゃあ、アンチ取っていただいて、ファイヤー。7着まで12秒。10、9、8、7、6、5、4、3、2、弾着。ガソリンスタンドの砲撃終了。OK。テクニカルも壊した。OK。ん？あ、あー、アモはもうない。OK、アモ弾切れ。OK。これで詰めようか。終了。OK、OK。いやー、訓練しておいてよかった。役に立った。わーわーい。楽しい。あ、アンデファイ！テクニカル。敵が詰めてきてる。詰めてきた。すげえゲームだぜ。残酷入るね。残酷じゃない。トチカ入るぜ。トチカ入ろう。どんどん入って、トチカ。カバーしとくわ、俺。周り。フラグアウト。おお、撃ってきた。頭抜かれた。ごめん。残酷、ね、トチカの中で死んだ。フラグアウト。RGN に使うぞ。破片飛ぶからな。気をつけろ。ごめん。トチカの中に来て、助けに来て。ソラさん、中入ってる。死んだ。どこにいるの、投資家の中。投資家の中。死んじゃったか。これ死んじゃったよね。間に合わなかった。ああ、死んじゃった。ぐるぐる回ってるやつも。仲間の近く。投資家に。これ中で開けるかな、俺。すごいなぁ。すごいなぁ。詰めてくるねぇ。ちょっと激アツことすぎるわ。神ゲーやん、これ。